人の数だけ物語がある。 F マリノスに関わる全ての人たちにも物語がある。マリビト、ジョイスティックを巧みに操り、ゴールめがけてシュートを狙う。自立した歩行ができないなど比較的重い障害があるが、ボールを追うその姿はアスリートそのものだ。 F マリノスが主催する恒例の電動車椅子サッカー大会が去年12月、障害者スポーツ文化センター横浜ラポールを会場に開かれた。北海道や長野からもチームが参戦。2日間開かれた体験会には延べ100人以上が参加した。いや、まっすぐ進むのが難しいですよね。シュートの時に行き過ぎちゃうけど、ちょっと楽しかったです。有名な森吉さんの名前がついてる大会って、大きい大会出たぜって感じがもしこれ優勝カップ取って持って帰ったらすごいよ、優勝カップ。15回という節目を迎えた今大会は、横浜で活動する若手選手だけで結成された特別チームが F マリノスのユニフォームを着て参戦した。その姿を眩しそうに見つめる人が今回のマリビト。すごいなあ。あと20年若ければ僕らの世代、今ワールドカップに行ってる世代、そのもっと下ですよね。その世代までこの競技がつながって続いていって、いずれはワールドカップを取ってくれるような、子たちが今実際に日本のどこかにいるはずなんですよね。そこまでやっぱりこの競技の情報とか、みんなの思いっていうのを届けられたらいいな。野田拓郎、45歳。競技の第一人者であり大会を育ててきた男は、今も F マリノスと共に夢を追っている。先天性の神経難病、脊髄性筋萎縮症のため、小さい頃から車椅子に乗る生活を送っていた。体育の授業は見学、誰かに車椅子を押してもらわないと動けなかった野田の最大の楽しみはテレビのスポーツ中継、それもサッカーを見ることだった。ヒロミさんと読売のしのぎを削っていた時代、例えば天皇杯とか、ああいう思い出はすごく残っているんですけど、その中でやっぱ木村和さんっていうのは、僕の中ではもう絶対的な英雄っていうか、そういう存在だったんで、なんか自分がなりたいなって思いは、なれないんだけど、なってみたいなと思いはずっと持ってたのかなと思いますね。見るもの、応援するものがサッカー。その世界を変えてくれたのが、小学校4年生で出会った電動車椅子だった。本当にレバーだけ倒せば、どこにでも自由自在に思ったところで動けるんだっていう、そのことがものすごく衝撃で、スポーツになりたいなって思いはあったので、家の中でボールを置いてちょっと転がしたりとか、やっぱサッカーって人間にとって人間的なものなんだなっていうのを思いましたし。そしてそれから10年ほどが経ったある日、野田はついに電動車椅子サッカーという競技に出会う。プレーできる喜びは同時に夢を持つ喜びを野田に与えてくれた。プレイヤーになれるんだっていうのは本当にその時初めてだったんですよ。で、スポーツで汗流して疲れるまでやって、でも疲れたけど心地よい、なんていうかな、達成感っていうか充実感みたいなのがあるとか、あと試合をやってやっぱうまくいかなくて負けた時に悔しくて、絶対この次は勝ちたい、そのためにどうしたらいいかなとかっていうふうにどん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 考えていくことが楽しくて、ご飯食べんだったらボール蹴ってたいみたいな時期もありましたね。やっぱり1999年には競
競技性を追求し横浜クラッカーズを設立、大会にも積極的に出場するようになっていった。そして2002年、 F マリノスから思いがけない話が舞い込む。当時すでに知的障害者サッカーの普及に取り組んでいたクラブが、自分たちにできることはないかと話を持ちかけてきたのだ。そこで野田は勇気を振り絞り伝えた。どんなできることがありますか、教えてくださいって言われたんですよね。まあダメ元で思いっきり言ってみようということで、マリノスって名前についた大会に出てみたいですって、まあ、言ったら、じゃあやってみようかっていうことになって、あの時言ってよかったなっていう思いが今になってみると本当にありますね。クラブも選手たちも手探りの中迎えた第1回大会。野田が何より嬉しかったのは MVP の表彰だった。サッカーをやっている専門の皆さんが専門の目で選んで選ばれたっていうことだけで感激だったんですよね。今回のマリノスが選んだ MVP 選手だっていうのは、もう何より選手としては勲章なのかなと。昨年度の大会から F マリノスは共催から主催へと変わった。横浜市内での広報活動にもより一層力を入れ、ホームゲーム開催日にはワールドカップに出場した選手たちの壮行会も開催。担当の佐々木は野田の熱い思いに突き動かされた一人だ。自分たちの競技なんだから自分たちができる限りのことをやっていきたい。でもやっぱそこには限界もある、だからそれの以外のところを力を貸してくれないかって言われたんです。あ、その時にこんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど、まあ、その電動車のサッカーっていうのは、まあ、障害のある方のレクリエーションとかリハビリの延長線なのかなと思ったんだけども、全然違くて、本当にこうサッカー好きで自分たちがやってる競技をなんとかみんな見てもらいたいっていう思いがあって、プレイヤーとしてアスリートとしての気持ちが込められてるなと思って、じゃあここはやっぱり我々も今までの形よりもっと踏み込んで一緒になってこの大会作っていく必要があるんじゃないかなと思うことで関わってた。まずはサッカーが好きとかマリノスが好きっていうことで、たまたまお父さんお母さんが電動車のサッカーもあるんじゃないっていうふうに見つけてくれることもあるだろうし、知り合いの知り合いが見つけてくれることもあるだろうし、まあ、そういう意味でマリノスの存在っていうのは特に横浜をはじめすごく大きいんだな、大きいなっていうのは思いましたね。この20年近い年月の中でやっぱり出会いもいっぱいあったけど別れもいっぱいあったんですよね。でそれはつらいことなんだけど、ただ思い返すとどんな時もなんか見てる感じがするんですよね。彼らが関わってくれたみんなが力になってチームもそうですし、このサッカーを続ける原動力になっているっていうのは本当に思ってますね。あなたにとってサッカーとは何ですか？夢につながる乗り物かな。そこにずっと乗ってたいなって感じです。いろんな人と一緒にその旅を楽しみたいなって。